皆さんこんにちは、ヘイシンガポールの美穂子です。今日はですね、2020年の4月7日から6月1日までサーキットブレーカーというシンガポール版のロックダウンがあってからですね、徐々にコロナの状況が良くなってきて、どんどんとフェーズが、上がっていってですね、割と普通の生活をみんなしていたんですけれども、本日2021年の5月16日から6月13日までの間、規制が、強化されるということになりました。私は今近所のウェットマーケットですね、ブキティアマーケット&フードセンターというところに来ているんですけれども、包括センターの様子や、ウェットマーケットがどうなっているかというのをちょっと見てみたいと思います。今も日曜日の12時を過ぎているので、お肉とかお魚の方は、ほとんど閉まっていますね。野菜のコーナーはまだ空いているところがあるんですけれども、前回のサーキットブレーカーの時のような、棚から、こう野菜が全部なくなるっていうことはないようですね。スーパーの方で少し混雑があったみたいなんですけれども、以前のようなこうパニック状態にはなってない感じがします。こういう、雑貨とかお菓子とか、売ってる店とかテイラーみたいなところも一応まだ開いていますね。ご覧のようにですね、フォーカスセンターで食べることはもうできないので、こういうふうにテーブルと席にこうテープが貼って座れないようになっています。で、皆さんね、今日まあ日曜日なので結構お休みの方も多いっていう感じで、いつもならフォーカスセンターで座ってご飯を食べる方も多いんですけれども、テイクアウトしかできないということで、こういうふうにこうみんな列をしてテイクアウト用のものを待っているっていう感じですね。で、こんな感じでですね、こうデリバリーをしてくれるグラブフードみたいな感じのサービスのためのものもざーっと置いてありますね。ドライバーさんたちはそこでパッとバイクを止めて、ここでパーって来て持っていくみたいな感じになっています。日曜日のお昼過ぎなんですけれども、ここはジュースのお店ですね。こういうふうにサトウキビがそのまま置いてあって、この機械で絞り出してくれるんですけれども、これ結構美味しいのでシンガポールに来たらぜひ一度飲んでみてほしい、飲み物の一つですね。ここはアイスカチャンとかデザートを売ってる店ですね。アイスカチャンっていうのはこういうかき氷みたいな感じなんですよね。ちょっとこういう溶けるものはテイクアウトにもしかしたらちょっと難しいかもしれないですね、この時期。これはバーベキューチキン。これチキンをこうやって炭火で焼いてくれるんですけどね、これ結構安くて美味しいので私も時々買います。なんかこのサテビーフの店がめちゃめちゃ人気みたいで、いろんなアワードも取ってみたいなんですけどね、すごい並んでます。この揚げ物の店もめちゃくちゃ人気みたいでね、すっごい並んでるんですけど、なんか香ばしそうでね、美味しそうです。フライドホッケンミー$7 $7 take away yeah can you eat that uncle せっかくランチタイムなので、テイクアウトして帰りたいと思うんですけど、このチャコールチャーシューワンタンヌードルっていうのを頼んでみたいと思います。トゥーチャコールチャーシューワンタンヌードル。トゥーは。トゥー。シリー。Yes。ではですね、スーパーマーケットはどんな感じになっているのか見てみたいと思うんですけれども、今日は近くのコールドストアレージというシンガポールでも結構人気のある、スーパーマーケットに来てみました。では中を早速見てみましょう。前回のサーキットブレーカーの時はパスタが結構なくなったりとか、トマト缶とかこういうのがなくなったんですけれども、結構まだ残ってる感じですね。カップヌードルとかこういうカップ麺もまだまだ残っている感じですね。前回のサーキットブレーカーの時とは違って、皆さん結構冷静に、対処したんじゃないかなと思います。このスーパーは比較的いつも空いてるんですけれども、お酒のコーナーもガラガラですね。スーパーマーケットでのショッピングが終わったんですけれども、中はもう簡単に入ることができて結構ガラガラでした。空いてました。最初この発表があってから1日2日ぐらいは結構スーパーマーケット混んでたんですけれども、この日曜日になって実際に、この新しい強化が始まってからは割と皆さん粛々と受け止めているという感じですね。で、前のようなこうパスタがなくなったりとか
粉物がなくなったりとかね、パンみたいなものがなくなったりっていうことは、あまり見られませんでした。でフェアプライスもね、商品をどんどん追加してるっていう情報も入ってきてますので、買い物、グロサリーの買い物に関しては、問題なく進むんではないかなと思っています。一番今回の変化で大きかったのは、家に呼べる人数が5人から2人に減ったことだと思います。で外に出かける時も3人以上では出かけられないっていう変化がやっぱりかなり大きかったんではないかなと思います。お子さんを例えば学校に連れていくとかね、ご老人を病院に連れていくみたいな場合はね、3人以上になっても構わないというようなね、フレキシブルな対応をシンガポール政府がしているのでね、その辺はなんとかなるんじゃないかなと思っていますけれども、以前は一人暮らしをしている人でね、家族と一緒に住んでいない人はサーキットブレーカーの時は誰も呼ぶことができない、誰の家にも行くことができないとかね、例えばカップルが会えないみたいなことがあったんですけれども、今回は2人までは家に呼べる、2人までなら、外にも出かけることが一応できるっていう感じなので、そこは大きな違いじゃないかなと思います。ダイニングがねできなくなるっていうことが大きかったんではないかなと思いますけれども、まあそこはね皆さんテイクアウトでしばらく我慢するということでね、頑張っていきたいと思います。このビデオが役に立ったと思われた方は、ぜひ高評価、コメント、シェアリング、チャンネル登録をよろしくお願いします。